どうもっさん、どうもっさん、チームドジオのウィリンだよ。はいよレマスパさん、マリサだぜ。何それ怖い。早速始めようぜ。あった棒ですよっと。さて、今回から戦国バサラ4の始まりですね。まだ発売されて間もないゲームを実況か。時がムキムキですね。時がムキムキになってどうすんだよ。せめて時がムネムネだろ。マリサ、胸がドキドキですよ。んなもんわかっとるわ。さっさと始めろよ。わかりました。ここは無難に自由合戦と行きましょうか。それでもちろんキャラは決めてあるんだろうな。もちろんロンロン決まっておりますよ。じゃあサスケさん、圧倒的な饅頭の裏声。レベルもレベルなんで難易度は究極で、いやー足が高なりますねー。胸で我慢しておけ。さて今回も目をつぶって選びますか。前回を見直せ。ああ、また始めちゃったよ。今作のカーソルの動く音は遅いですね。なるほどわからん。さて、どのあたりで止めましょうか。個人的にはもう何でもいいんだが。まんじゅう的には楽なステージがいいんですよねー。絶対縛りとかできないタイプだな。そこで奥さん、このアーボックですよ。え?いや、縛りができないってのはな。アーボックなら縛ることができますよ。え?いや、だから縛るってのは締め付ける方では。アーボックならトグロー膜もできますよ。いやだから尻尾を使う意味では。アーボックならエビニラミがリストラ。ちょっと黙れ。はい、なんでしょう。なぜさっきから全力でアーボック推しなんだ。なんとなくです。だからってあーなんかもういいや。ご用は済みましたか。はい、ステージどこら辺がいいでしょうかねー。ここらにしますか。私に聞くな。でも難しいステージは避けたいのでここにしますか。もういいんじゃね。そこでまんじゅうの勘が言っています。あなたはここを選ぶべきですとおっしゃっている。あーもうそこでいいよん。難しいじゃないですか。わかったから落ち着け。そして今までの自分に後悔しろ。ざまあ、しかし選んでしまったからにはやります。お、今回はやけに素直じゃねえか。そして死んでやり直します。ふざけんな。もうこういう日は衣装を変えて挑みましょう。宴の時の衣装の方が好きでした。個人的にか。まんじゅう的に。あ、はい。レッツ出陣。嫌がっていた割には楽しそうだな。から元気という言葉は知っていますか。それ自分で聞いちゃいますか。豊臣軍とか相手にしてはいけません。良い子のみんなは真似しないように。絶対に気をつけましょう。大阪城の形っていいよな。まんじゅう的にはお好み焼きの形が好きです。うわ豊臣こえー。うわ、たこ焼きうめえ。何たこ焼き食ってんだ。私お腹が減ってしまいました。おっと、早速いるの忘れてました。固有奥義を変更していきましょう。掴んだ未来も、かけなきゃ離れていっちまう。さあ、一発勝負だ。シーマ左近。入ります。早速の左近戦ですね。まずは相手のよとでも思っていたのか。カウンター万能説。まずは自分の流れ変えていきましょう。はい、全身くるっと回って引き寄せる。ギョンタからのゴリ。相手がひるんだらすくい上げ、空中コンボでホイホイ上げて下げて影登場。あちこちから影がこんにちは。そのまままんじゅうソルトスープレックス。結構体力減らしたな。しかしまだ続けますからのヒルミ効果。かかと落としでダウン狙いからの追撃からのコンボ。上げて下げての影分身。一切左近を逃がさない。すくい上げてこんにちは。まんじゅうソルトスープレックス。馬左近撃破はご愛嬌。最後意味わからねえ。意味は特にありません。左近戦はなんとか終了しましたね。まあサスケが得意な三成と判定が似ているもんな。まあだからといって弱いって意味ではありませんか。十分強いよな。黒田さんでやった時は地獄を見ました。せっかちなウプ主は死ぬのも早い。なんですかそれ。久しぶりの登場となった竹中さん。じゃあ石田さん、中の人重視であるウプ主であった。おお、来たか。主も見やれ。天外に咲くスミレ色の星よ。我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。
3D 版コスモパワー。ここでポケモンの技を持ってくるか。さて、大谷さんですが、こりゃまた厄介なお相手で。なんでだよ。まんじゅうソルトスープレックスが効かないのです。メインウェポンが使えないこの寂しさ。まあだからなんだという話ですがね。無邪気にするなよ。やはり地形が一番のギミックで。じゃあない。さっきまでの勢いはどうした？ひねり置いてきました。ひねり置く？空中にさえ移動させれば問題はありませんね。影分身うまうま。まんじゅうソルトスープレックスの代わりを誰か。これは重傷だな。三角と間違えて丸を押してしまいました。未だに慣れないど素人。ウィーからの転勤ですもん。これは慣れませんわ。とりあえずコスモ大谷を中央へ引き寄せる。おっと危ない。またくだらない名前が増えてしまった。まあそんな落ち込まない。おっと危ない。なんなんだよお前は。そろそろ決めないと尺的に危ういですね。空中コンボうまうま。いつも同じコンボでニヤニヤ。にやける要素が見当たらねえ。ここで派生。どんどこ影分身。お前ネーミングセンスねえだろ。そんなことありませんよ。じゃあさっきので他に思いついた技の名前は？シャドウ、プラザ。なんだその危ない施設？それじゃあ他には、影と猿のカルパック。食い物？まあ私に叶うセンスを持つまんじゅうはいませんよ。お前が叶わないまんじゅうならいないけどな。まんじゅうにセンスもクソもあるわけないやろ。なんだこのまともな答え。逆に悲しくなってきたわ。ジンで変にダメージ。軽々とダメージ負ってるじゃねえか。これは周りに兵士がいたのが原因です。今回の敗因は兵士を減らさなかったからです。結局追ってるじゃねえか。早く陣取れよ。陣を取ることがバサラで一番苦手です。それ戦国者では致命的じゃねえか。まあそういう時だってありますよ。なんで私が励まされる方なの？とりあえず陣は取れましたね。陣取るだけでどれだけ手こずってんだ。いつもバサラでの被弾の約7割が陣なので苦手にも程があるだろう。今回のバサラで陣が強化されたと聞いて思わず鼻からボタ持ちが出ましたから。鼻から出ろよという夢を見るくらいうなされました。うつ主の脳内はどうなってんだ。ついでにその日の夢は何も覚えていません。逆に安心したわ。さて最大の難関である陣です。本来なら周りの兵士から片付けたいのですが、今回はそのまま陣を取っちゃおうかと。あ、一段目余裕でいけましたね。リアルでうつ主が驚いている。そのまま特攻と言うてもあるんですね。これどんどんと削っていきましょうか。あ、ほんと特攻の方が楽ですね。これリアルで驚きすぎだろ。防御は最大の攻撃とはよく言ったものです。パニックに陥ってあべこべになったぞ。あべこべ誰だよ。あべとこべ。なんだそのグリとグラのようなノリは。グリとグラって面白いですよね。お前何歳児だよ。まんじゅうです。いや見た目を聞いたんじゃなくて。この話題はやめましょうか。ネタが詰まったな。あんこが詰まってます。何それうまそう。すでに許可はいただいている。英語に使え続ける許可を。シーロの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず消滅しろ。今回の三成は全体的に明るいような気がします。まあ秀吉様がいることですし。秀吉様の服のサイズって何でしょうね。どうしましたかマリサ。なぜそこにくれたのかさっぱりわからんからつい。あ、三成に陣取られるんだった。話を聞け。急いで陣を死守しに行きましょうか。漢字からして守れてないだろ。今回は陣が取られやすくなってますよね。まあ兵士も進化したんだろ。陣の対処が苦手な人はどうすればいいのでしょう。なぜあなたはまんじゅうではなく人になったのでしょう。さてここで奇襲をかけると陣と切り拡大失敗。バカ丸出しというよりバカ丸投げだな。あ、こういう技食らったら硬直するんですね。なんてて厳しい。でもこちらにはまんじゅうソルトさ。さり読まれた。そしてむしられた。お前で止まれた。うつ主戦国三原則。どうしてこうなるんでしょうね。これが宿命だ。時止めしても攻撃できないうつ主だ。命を投げると書いて運命。適当すぎだろ。今までの分をすべて密通にお返しします。しかしやはり一番の難関は地形だったりします。一つのゲームに難関ありすぎだろ。これかするように当てないとダメージないですね。どうせならここで倒しておきたかったですね。ああ。上の、じゃ、
ちゃ。見ていてもめんどくさいという気持ちが伝わる。後のことも少しは考えろよ。今は前に飲み進む一心です。お前が前に進んだ道にはあんこが欠点だぞ。まあまんじゅうソフトスープレックスで終わりました。ソフトな倒し方もしていねえのに。後ろの兵士にビビるウプ主。ウプ主健在。さて残りは二つの陣を取るだけですね。しかし取られたら意味がないという。これは鬼畜。お前は陣の取り方を勉強してこい。なんでだよ。陣なんてなかった。敵なんてなかった。そうだそうだ、陣も敵もさくらんぼもなかった。謎で不可思議な発狂に陥ったな。最後のは腹が減っているということを除いて。ふぅふぅ、まあ気分で物事を決めるウプ主にはきつすぎたな。まんじゅうだから仕方ない。すべてまんじゅうという言葉でなかったことにする。まんじゅう、うなじゅうが食べたいです。うなじゅうを食べたがるまんじゅう。さて尺の関係上これで一旦終了です。あ、なんだ前半と後半ってやつか。ではかっこいいサスケの姿を映しながきむらー。どうやら神はお前を許さなかったみたいだな。それでは今回はここで終了とする。ご視聴ありがとうございましただぜ。